はい、キャプテン浩二です。今ね、母がね、掃除しておりますね。またね、下の方に降りてきました。今日はね、にわか雨が降ったりね、降ったり、先ほど降ってましたけどね、今ちょっと晴れておりますね。西日が強く差しております。はい、こんな感じですけれども、ここにね、木をね、先ほどね、切ってしまいました。ここにあったね、大きな木がね、電柱の今映ってるね、なんですかね、光回線のね、くねくね曲がってる線、電線のね、ところまでね、伸びてた大きなね、木がね、木をね、ちょっと切ってね、すごくね、伸びておりましたので、こんな感じで、切っております。はい。見た感じね、見た感じ、かなりね、さっぱりした感じになりましたね。電柱がね、ちょっと立ってるんでね、ちょっと電柱も移動すればすごくね、いい感じになると思いますけどもね。はい、こんな感じで、お盆前ですけども、さっぱり、して、気分すっきりしますけどもね、ちょっと寂しいような気もしますけどね。大きな木がなくなっております。ちょっと寂しいな。はい、まあ、いろいろ変えていけない、変わっていかなければいけないと思いますのでね。はい、それではね、またね、草刈り機の、作業をやっていこうと思います。キルスイッチというかね、草刈り機のね、キルスイッチをちょっとね、切ってね、今までね、ここについてたんですけどもね、ここについてたんですけども、外すときにちょっとね、切ってね、したんで、またつけようと思ったんですけども、ちょっと長さが足りないのでね、ハンダメッキで、線をね、接続して、そして今テープで巻いて、結束バンドでね、ここに持ってきました。別にね、ここはスイッチを押すだけですのでね、草刈り機の下の方を押さなくてもね、もう見えるところに置いてね、エンジン止めたいと思っております。これからね。はい、それではね、またね、もう乾いてると思いますので、まだベタベタしてますけど、表面ベタベタしてますけどね、これで、今からね、タンクをね、取り付けていこうかと思っております。はい、それではもう早速やっていきますね。暑いのでね、ぐだぐだ喋りながらやったら汗がね、どんどん出てきますので、ちょっとね、待ってくださいね。また暑いなぁ、まだね。はい、こんな感じで、ちょっと電気つけて、汗かきながらまたやっていくわけなんですけども。よし。はい。それよろしくお願いします。ちょっと待ってね、三脚に。暑いな。これは暑い。六角レンチはどこ行ったか。
はい、こんな感じで置いて、ちょっとね暑いのでね、あの扇風機をねまたね、扇風機をね回しながらねまたやっていこうかと思います。こんな感じでいいかな。はい、また見とってくださいね。ちょっとアップにして、それでは取り付けていきます。はい、こんな感じでね、もう簡単に取り付きますのでね。今ね、燃料パイプを今取り付けております。はい。こんな感じで取り付けておりまして、もう簡単にね、取り付きましたね。あとは、もうちょっと広い方がいいかな。はい、リコイルスターター、リコイルスターターというかスターターね、スターターの紐を、つけますね。よし。あ、3つしかない。映ってますかね。よし。そしたらリコイルスターターの これでいいと思いますけどね。よいしょ。映ってますね。はい。今ね、リコイルスターター取り付けたらもう終わりですね。熱い熱い。またね、空ね、外がね、曇ってきましたね。また雨が降りそうな気配です。
ああ、涼しいね。扇風機したらやっぱり涼しいですね。かなりいい感じですね。汗がね、止まりましたね。はい、これで着きました。ちょっとね、強く締めときます。緩まないようにね。よいしょ。はい、はい、できました。OK ですね。こんな感じで、できました。ちょっとね、まだね、ベタベタしておりますが、大丈夫かな。このまま放置しとこうかなと思いますけれども、そうやね。放置してね、またガソリン、エンジン始動するときはね、またね、また明日ぐらいにやりたいと思います。このまま放置しておきたいと思います。これで大丈夫かな。一応ベタベタしとるんですけどもね、もう硬化してると思います。固まってると思いますのでね、パテの方はね。でキルスイッチは、下の方に今までついてたんですけども、今上の方にね持ってきました。でキャスコバンドでね止めてね、これをもうプチッと1回押すだけで、エンジンが止まるという仕掛けになっております。そしてこんな感じでね、ちょっとオイルがなんかついてるんか分かりませんけども、これもちょっとエアクリーナーもちょっとね清掃したいと思いますが、はい、そんな感じでございます。ちょっとね手がねベタベタして、カメラがねちょっと汚れておりますので、後で、洗いましょう。はい、それではね、こんな感じです。無事にね、液漏れもなくね、使用できたらいいんですけども、盆が終わりましたらね、お盆が終わりましたら、一回田植えしてね、でその後で、またガソリン漏れがあれば、今度は購入しました、アマゾンで購入しましたね、燃料、タンクがね届くと思いますので、それもいっぺんね取り付けできるかどうか確認したいと思います。はい、それでは終わりたいと思います。
ちょっとね、大きな木がなくなってね、寂しいですけれどもね、裏山はね、結構賑やかに、セミが鳴いておりますんでね、まあ、いいかなと思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。